まずなんでこんなパジャマ着てるかというと、まあ、誰もおっさんのパジャマ姿なんて着たくないと思うんですけども、今仕事でちょっとライズ東京さんっていう、スポーツ睡眠をテーマにした、まあ、アスリート用マットレスを、ね、展開している企業さんとのマーケティングをお手伝いしているんですけども、まあ、その中で結構休養とか、体のコンディショニングのグッズみたいにハマっていて、でこれまあ何の変哲もないパジャマに見えるんですけど、2万4千円して、どうもなんか鉱石みたいなのが塗られて練り込まれているっていうのかな。いて、寝るときにその血流をよくしてくれて、寝起きが非常にさっぱりしているというか、いうもので、まあ、実際買ってみたら本当に眠りの質が上がったということでおすすめですと。で、東急レイエスと甲府雄十五ということで、まあ、甲府雄十五はもうずっと見たかったんですけど、なかなか見る機会がなかったというところです。レイエスに関しては、こう実は自分の地元のチーム。で、自分が本当中学生の時、15年前とかの話ですけど、そんな強くなかったんですよ。それが結構力をつけてきて、まあ、まだプロは出てないのかな。今の大学4年生の代は結構強かった時。で、今の大学1年生の代も結構粒揃いで、もう大学リーグで1年生で出てる選手、筑波の竹内選手、サンフレッチェ広島ユース出身とか、日体大の小保内ロミオ選手、これ甲府 U18 出身ですね。で、桐蔭横浜にはパティソン・ジェイミー選手、岩田、ジュビロの U18 とか、まあ結構彼らは今名を挙げた3人なんかプロ行くんじゃないかなと思っているんですけども、はい、まあ結構何度か見に行ってる中で、まあどうなってるのかなと思って見に試合を久々に行ったわけですと。で、結果、試合は1-1のドローでした。結構立ち上がりから割とその中盤での球際とかバトルするところとか結構強度の高いゲームで見てて面白かったです。まあ割と入り的にはレイエスの方が良かったのかなっていう感じですけども、まあ甲府がいい意味で最初はちょっと割り切ってというか、まあ、リスクを背負わないで固くいこうっていうような感じで、まあ互いに決定機もそんなになかったと今メモを見てても思います。まあその中でただ目立ったのが甲府ですね。13番のフォワードの大倉選手を縦に走らせて、多少ラフなボールでも彼に預ければ前に進んでくれるっていうところがあるので、まあ、そこをうまく活用できてたかなと思います。で、なんかそんな感じで奪ったコーナーキックから甲府が先制すると。で、まあ後半にね、レイエスが追いついて1-1になるわけですけども、他のレイエスが後半に井上アレン選手、10番の選手ですね、彼も結構注目選手で、まあ、卒業後は先輩たちのように J クラブの育成組織、どっかに行くんだろうと思うんですけども、まあ、彼を最前線に置いたところで、結構レイエスのそれまで欠けていた最前線の崩すラストの決定力というか、フィニッシュの部分の形が出始めて、結構圧力をかけていき、ただ、なんかその流れで点を取ったわけではなく、直近のタウンクラブ中大連選抜に選ばれたエレハク・アムロ選手が、なんかスーパーゴールが決まり、で、このちょっとスーパーゴールって言ってるんですけど、ちょっと自分がメモってる瞬間に入っちゃって見れなかったと。で、割とレンジがあるところにいたので、ゴールからちょっと距離が離れてるところに点が入った瞬間にいたので、多分スーパーゴールだったんだろうっていう見立てなんですけども、まあ、本当30年代とか見てると映像がないので、その確認ができないっていうのが結構難点ではあるんですけども、だからちょっとあんまメモとかをね、取る時間っていうのは本当最小限にした方がいいと、まあ、心がけてるつもりなんですが、こういうことは結構いまだにありますと。まあそんなアムロ選手のゴールが決まって、その後も攻め立てるんですけども、レイエスはポストに2、3回当たったのかな。まあ、で、ここはなんとか守って、で、結果1-1っていう感じでした。まあ、見ていた甲府の保護者さんも、レイエスから勝ち取れたのは良かったんじゃないかななんてことも言っていた次第です。では、選手の方を振り返って、印象に残った選手について話していこうかなと思うんですけども、まず甲府冒頭に挙げた大倉選手ですね。彼はプロフィールを見ると、なんか三重の子っていう感じなんですけど、まあちょっとなんか納得感がある、関西のフォワードっぽいみたいなところですね。ゴール前にちょっとずつ猛進していくというか、最前線のハードワークをするとこ、ちょっと多少荒削りなんですけども、ゴールに向かう姿勢みたいな、まあ西の匂いがするような感じで、彼がいい結構預けられるし、縦に走らせても、まあ、スプリントしてくれるし、まあ、背後を常に狙っている。で、まあ、体も結構強いということで、最前線にこの大倉選手がいることで、まあ、だいぶ甲府の選手も、まあ、詰まった時に、まあ、ラフに前線に上げれば、まあ、彼が何か起こしてくれるみたいなところがあるので、頼りがいがあるんじゃないかなと思ってました。まあ、ただ後半2-0にするチャンス、後半10分ぐらいかなの決定機をちょっと止められてしまったところがちょっと惜しいっていうところを、決めてればもう完全に、まあ、彼の、まあ、マン・オブ・ザ・マッチに選んでもいいぐらいの
敵だったと思います。でそれを止めたあの佐藤翼選手、レイエスのキーパー、まあ、この流れで紹介していこうと思うんですけど、結構雰囲気があるゴールキーパーで、あのコーチングのところ、ビルドアップのところ、しっかりその、まあ、身長178ぐらいかな、すごい非常に堂々として体に厚みもあって、でそれこそ大倉選手の決定機を止めたシーンなんか一回かわされそうになったんですけど、しっかり足を素早く運んで飛びついてセーブしたというところで、まあ、あれが決まってれば本当に、ね、負けゲームだったと思うので、アウェーの地であれを出して、あのプレーを出してことは非常に大きかったんじゃないかなと思っています。まあ、堂々としてて本当に非常に頼りがいがあるキーパーだなという印象を受けました。はい。で、甲府はもう一人印象に残った選手がいまして、まあ、10番の浜野かなた選手ですね。彼は4月の U15 日本代表候補にも選ばれている選手で、まあ、左サイドでのドリブルが非常に際立っていた選手です。まあ、全部が全部突破できていたわけではないですし、相手もケアをしていたとは思うんですけども、まあ、その長いレンジのドリブルで運んで敵陣深くまで侵入できてクロスで終わらせるとか、一回その後半に、カウンターロングカウンターのところで中盤で奪って一人でも独走していくシーンで、相手がファールで止めようと思ったんですけど、それでも止まらないで、ペナルティエリアまで入っていったシーンがありました。そこでカバー入ったディフェンダーにクリアされたんですけども、それを先にの、受けたファールが適用されてっていう感じで、まあ、フリーキックをこう踏まえたなんてシーンがあったんですけど、すごい印象的でしたね。だからあれだけ長い距離をドリブルで運べて、まあ、かつ結構戦えるところもあり、非常に面白い選手になるんじゃないかと。まあ15に、あ、15じゃないですね、18にも上がるかなと思うので、期待したい選手、追いたい選手だと思います。で、自分が見逃してしまったぽいスーパーシュートであろうゴールを決めたエラク・アムロ選手なんですけども、彼は今年の4月3月かなに関東ユースの開幕戦も見た時にも自分の目を引いた選手であります。左利きで、マリノスのジュニア、新小安だったかな、の出身なんですけども、非常にそのボールを持った時の雰囲気とか空気感というかリズムがちょっと違うですね、周りと。でそこの相手の動きの逆をついてちょっとずらして、そのズレが出た瞬間にタイミングもまたさらに外してパスを出すみたいな、ちょっと独特なリズムと予想外のプレーっていうのをしてくれる左利きの面白い選手です。この日も結構2人に囲まれながらも相手を引きつけて、もう先ほど話したように逆をついてのアウトサイドのパスみたいなのを見てて、ちょっと遊び心もあって面白い選手だなと思いました。非常に一瞬のアイディアで、ちょっと見るものを引き寄せられる、引きつけることができる選手だなと思います。彼も高校ユースに進むと思うので追っていきたいと思います。あとはゴールに何度も迫って脅威となった井上アレン選手ですね。レイエスの10番をつけてキャプテンなんですけども、まあ、そのシュートへの意識とか、まあ体も強いですね。結構体格もいいですし、あとはスピードがもうめちゃくちゃあるっていう感じではなかったんですけども、そのゴールにスプリントをしていくとき、相手と並走していくときの力強さで、ただその強さだけで投げ倒していくってわけじゃなくて、まあ、瞬発力もあって結構総合力が高い選手だなと思いました。ただ若干まだ荒さがあるような気がしていて、まあ、そこはまあ今日点を取れなかったという点を取れなかったというところにもつながっていると思うんですけども、本当にこの高校3年間で伸びたら結構面白い選手になるんじゃないかなと思います。まあ、サイドもできるし最前線もできるしっていうことで、非常にちょっと目を引く10番だったなっていう感じです。ヘディングも結構1個ポストに当たったヘディングがあったりとか、まあ、本当に万能ザストライカーっていうところで印象に残っています。はい、まあそんな感じでしたね。まあ3種の試合こうやって宝、金の卵っていうんですか、を発掘するのを楽しみにしている中、今日も将来を、まあ、ここから先追っていきたいような選手を発見できて、朝から甲府に行った甲斐があったなと思います。明日も中学生を見に行く予定なので、またレポートしたいと思います。